百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店の動画です。やってますか？おー！今日はこれ、今から33年前、1986年に発売された、なんと剣道のゲーム。もちろんファミコン用なんだけど、僕これ知ってるんですよ。うちにはね、僕がちっちゃい頃、うちにはファミコンなかったんだけど、隣の家にあったんですよ。そして、僕、剣道やってるからうまいよ、教えてやるよって言って、年下のちっちゃい子だったんでね。で、行って、その子を押しのけて自分がやってたっていう、そういう思い出のソフトだね。それでこの武蔵の剣、剣道のゲームなんだけど、200円で売ってたんですよ。だからまぁちょっと買ってみてやってみようかなと。でね、僕ね、これね、今でも覚えてるんだけど、めちゃくちゃ難しいの。めちゃくちゃ難しいの。一人用プレイと二人用プレイあるんだけど、二人用プレイはまぁ言っちゃえば剣道の試合をするんだよね。なんだけど、一人用プレイっていうのが、これスーパーマリオみたいにガン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 進んでいくアクションゲームなんだよ。で、これが全部で3面あるんだけど、誰も2面を見たことがないっていうぐらい難しいんですよ。じゃあ今日はこの2面いけるまで、1面クリアするまでやると、そういう企画です。なんでこんなのやろうって言ったんだろう。なんでこんなのやろうって言ったんだろう。もうゲーム嫌いになるわ、本当。義務でやれって言われるともうやっぱ嫌いになるね。無傷。よし、来た。無傷だ、まさかの。今までで一番いいわ、これ。今までで一番いい。よし、これはいけるかも。これはいけるかも。いけるかも。無傷。青竹のとこも無傷でいくと、ここね、コツはね、小さいジャンプ。小さいジャンプでいきます。はい、小さいジャンプ。はい、小さいジャンプ。先に飛んでくる。はい、小さいジャンプ。小さいジャンプ。小さいジャンプ。これ、打ち落とすのは無理だから、小さいジャンプでかわしていきます。スニーカーを取ってはいけないっていうね。あ、いった。いった。なぜかいった。まぐれで。というわけで今日はここまで。一応、ちょっとだけやってみますか。2面も。4歳になりました。初めてだ、この面見るの。もうこれ何？何これ。これ何？あー、でもいけるかも。これは？いや別に気を抜いてるわけじゃないんだけど、このさっきのスあー遅くなった、さっきのスニーカーがやっぱ邪魔をしてたのね。スニーカーが邪魔をしてました。よーしよーしよーし。いかがでした？今日は一人用のプレイでも正直めちゃくちゃ大変だったんだけど、次は二人用のプレイ。これは剣道の試合そのままです。これは面白い。これは冗談とかもいるからね。これぜひ次見てください。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよー。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。